青沼英二は、任天堂のゲームクリエイター。同社のコンピュータゲーム、ゼルダの伝説シリーズ総合プロデューサー。長野県出身、血液型は A 型。愛称は、げのおじさん。東京芸術大学美術学部デザイン学科修士卒。1988年に、任天堂へ入社。大学在学中には、モーターとクランクの仕掛けによって、 楽器演奏の仕草をする、オートマを制作、その後大学院へ進学し制作活動を続ける。就職を間近に控えた時期に、自身の作品の展示会を開いた際、たまたま会場を訪れていたゲーム会社の関係者と出会い、これをきっかけにゲーム業界に興味を持つ。その後、同大学の卒業生で当時任天堂に在籍していた小田部洋一の紹介により、 ニンテンドの面接を受ける。この時の面接官の一人が、後に、ゼルダの伝説シリーズを共に制作することになる、宮本茂であった。ニンテンド入社後の1990年代には、マリオオープンゴルフや、ジョイメカファイトの開発に携わり、マーベラスもう一つの宝島で、初のディレクション業を行う。マーベラスを作った後に、外部会社との開発が多かった青沼は、 宮本茂に、任天堂社内で開発をしたいと頼み込み、ゼルダの伝説時のオカリナの開発に参加。ゼルダの伝説4つの件より、宮本茂から、総合プロデューサーを引き継ぐ。2016年に、英国のゲーム賞、ゴールデンジョイスティックアワードにて特別功労賞を受賞。任天堂社内の吹奏楽部、ザ・ウィンド・ホエーカーズの部長でもある。楽器はパーカッション。 ありがとうございます。